歯科技講師の幸之助です。今日は、歯科技講師の今後についてお話ししたいなと思ってます。ちなみに玉地さんって、はい、今この技講師の離職率ってどれぐらいか知ってます？離職率、はい、20% とか 30% 多いですか？いや、それが80% 超えてるんですよ。そんなにいってるんですか？はい、ほとんどじゃないですか？そうなんです。しかも、はい、全国でその技講師の国家資格を取る人数って、はい、今もう1000人いないんですよ。1000人いない。ちなみに分かんないですけど、はい、その全国で1000人いないっていうのは、はい、多いんですか少ないんですか？いや、相当少ないです。あ、少ないんですね。相当少ないです。あ、っていうことは、1年で結局200人も技講師が残らないっていうことなんですよ。そうなんですか？はい。それは何ですか、仕事がないからとかじゃなくて？仕事がないとかじゃなくて、まあ玉地さんもそうだと思うんですけど、はい、そもそも技講師を知らないっていう。ああ、確かに確かに、それはあるかもしれない。そういう仕事があるっていうのを知らなくて、はい、そうですね、確かに周りに歯医者さんとか技講師さんとかがいれば、はいはいはい、あ、そういう仕事あるんだなって分かるかもしれないですけど、はいはい、あ、確かに 歯を作るの歯医者だと思ってたんで、はいはい、確かにそうですね。まあでも今技講師さんいるんですもんね、それなりに。それも今のその歯科技講師の半数以上は今の50代以上の人たちなんで、はい、結局10年後20年後ってなると、はい、もう今のその技講師の人数の半分しかいないという計算に、まあ、単純計算になります。それって技講師さんがいなくなるって相当まずいんじゃないですか？だから結局その今は歯科医院が増えていっている、はい、技講師が少なくなっていってる、はい、こう矛盾がやっぱ生じてて、はい、まあ、この今のその技工物を作る仕事、歯を作る仕事っていうのは今の数以上のものを今の技工士の半分で回さなきゃいけないっていう、もう本当にこれはやばいですよね。もうやばいんです。それは、はい、じゃあその今の数、はいはい、の半分で、はい、今以上の要は技工物、はい、が詰め物っていうことですよね、はい、それを作らなきゃいけないってなると、はい、これはどうなんですか？できるもんなんですか？結局納期が伸びたり、あ、だ患者さんが今はその 1,2 週間でその人工の歯が口の中に入るっていうこのルーティーンが、はい、結局1ヶ月と2ヶ月後になってしまうっていう。ああ、治療してから。そうですそうですそうです。人工の歯を入れるまでに1ヶ月ぐらいかかっちゃうのがもしかしたら普通になるかもしれないと。そうですそうです。あ、それはちょっと僕歯が悪いんですよ。はいはいはい。まあ悪いっていうのはまあ自分のせいなんですけれども、はい、まあ、やっぱ治療に行くじゃないですか、はい、そんな僕にとっては、うん、ちょっとじゃなくて、うん、だいぶ嫌なことですよね。そうですね。だから玉地さんでさ、やっぱそう感じているので、はい、皆さん一緒だと思うんですよ、はい、まあ、もちろん歯が入るのも遅い、技工士が少ないので、まあ、変な話技工士が少ないから、はいはい、そのドクターはもうやってもらえるとこにしかもう出せない、やってもらえればいいみたいな感覚になってくると思うんですよ、はい、そしたらやっぱ技術の競争率っていうのもなくなってくるだろうし、はい、まあ、高くても仕事は出るみたいな。別に技術を磨かなくても、はい、まあ、仕事は来るし、はい、まあ、でも患者さんにとってはもうデメリットしかなくて、はい、結局好き放題できるみたいな技工士が。ああ、悪い言い方をすると、悪い言い方しちゃうともう本当に自分次第だっていう、そのなんか独占的な感じになっちゃうってことですね、はい、そうです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 。ああ、
それはちょっと僕にとっても嫌なニュースでもあるんで、はいはいはい、まあ、それを、まあ、例えば今後、うん、現状を変えるために、うん、技工士さんを増やしたいってことですか。これをやっぱ変えていかなきゃいけないので、患者さんのために、はい、今の現状よりも、うん、もっと良くしていかなきゃいけないので、はい、そのためにまず技工士を増やしていかないことにはそれちょっと達成できていかないので、はい、もちろん今デジタル化が進んでると言われててもやっぱりいじるのは技工士だったりで最後の仕上げは技工士がやらなきゃいけないので、はい、やっぱりどうしてもそこは必要なところで、はい、今の新しくその技工士になりたいっていう子たちを増やしていくっていうのと、はい、まあそもそもその技工士になりたい、まあ、技工士を知らないっていう人も多いので、はい、それをまあ増やしていくことも大事なんですけど、もう一つはその離職している人たち復活させるっていう、はい、これもちょっとやっていきたいなと思ってます。あ、はい、まあ、その今せっかく持っている国家資格を無駄にしている人、はい、まあ、無駄っていうとあれですけども、はいはいはい、でその人たちをまあ復活させて、はいはい、まあ、歯科技工士会を復活させることによって、はいはい、患者さんにとってのメリットを増やしていきたいなっていう、はい、そうです。あー、そういうことですね、はい、いや、まあ、確かにその 80% 離職率っていうのは僕も初めて知ったんで、はいはい、ちょっと驚きを隠せない部分ではあるんですけども、はいはい、それはちょっとあの患者の僕からしても、はい、やっぱりちょっと頑張っていただきたいなっていうところですね。そうです。僕はその技工士を何としても今後増やしたり復活させたりっていう、まあ、活動をちょっとしていきたいので、まあ、この動画を通してもそうですけど、なので、まあ、もし共感してくれる人だったり応援してくれる人が、まあ、この動画を見て思ってくれているのであればチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また歯についての動画上げていくんで次も見てください。ありがとうございました。